どうも、モテる歌い方講座、講師のシュンです。さあ、本日は、モテる歌い方講座、宇多田ヒカルファーストラブ編ということでですね。いやー、来ましたね。宇多田ヒカルさんの名曲中の名曲。そして、おそらく宇多田ヒカルさんの曲の中でも定番の曲でもあるでしょう。そして、カラオケで歌う機会も多いんじゃないかなと思います。さあ、それのモテる歌い方講座というのをやっていきたいと思います。まあ、僕ね、モテること、まあ、モテというのをね、ひたすら研究していた謎の時期がありまして、そこで見つけた一つの結論があるんです。それは何かというと、モテる歌い方と上手い歌い方は違うんじゃないのっていうことなんですよ。ね、まあ、考えてみればめちゃくちゃ極論僕言いますけど、考えてみるとオペラ歌手の方がね、じゃあ女性とカラオケ行きました。もう話のお察しつくと思いますけれども、じゃあオペラ歌手の人はもう歌の上手さの最高峰ですよ。本当に。完璧な発声、最高峰です。が、ね、その歌をね、ね、優里さんのドライフラワーを歌い上げましたってなった時に、これモテるんですかと。で、その後抱いてってなるのか。ならなそうですよね。そうなんです。モテる歌い方と上手い歌い方ね、またちょっと違うのかなというふうに思うんですね。なので逆に歌うまくないけどカラオケ大丈夫かなっていう方も安心していただきたくてですね、うまく歌う必要ないんです。モテる歌い方があるんじゃないかと。そして僕はそれを研究し尽くしてこの謎のモテる歌い方講座というのをね、他にもいろんな曲やってるんで、ぜひね、気になった方見てほしいんですけれども、やってるという感じで、今回はファーストラブですよ。これかっこいいですね、この曲ね。ただまあ宇多田ヒカルさんのね、女性の曲なので非常にキーが高いので、ちょっとねキーを下げることをお勧めしたいなと思うんですけども、そのキーを下げたあのバージョンもあのちゃんと今回僕歌いますので、原曲キー、まあ、出ないっていう方がほとんどだと思います。ただ一応僕、まあ、原曲へのリスペクトを込めてという意味で僕は原曲キーで歌いますけれども、あの男性向けのキー何個下げがおすすめなのかって話から、じゃあそれくらい下げたらどれくらいになるのかっていうのも僕実際に歌いますので、安心していただければなというふうに思います。で、まあ今ね、ちょっと僕歌うって話があったと思うんですけれども、まあ、ここスタジオでやってますので、僕バリバリに、これで歌わせていただきます。でピアノも交えてやっていきたいなというふうに思ってますので、どんな感じでやっていくかというとですね、まずはこのファーストラブを歌うにあたって大枠の部分ですね、もうここのキーポイントは、押さえておこうっていう、その、キーポイントをお伝えします。で、そのキーポイントに基づいて、じゃあどうやってそのファーストラブを歌っていくのかっていうのを僕が実際に歌って実演していくというような感じでございます。まあ、今回はキーもね下げたパターンっていうのもどっかのタイミングでね入れたいなと思いますので、ファーストラブカラオケで歌うぞってなった方、あるいはまあ今まで歌ったことなかったけども、まあ、今回のこのモテる歌い方講座を通して、あ、ちょっとファーストラブかっこいいじゃんと歌ってみようかなっていう風になってもらえたらね、嬉しいななんて思います。じゃあまずは大枠の部分、キーポイントをやっていきましょう。さあまずは大枠のポイント、もうねこのファーストラブのモテる歌い方一番大事なポイントがあって、それは何かというと色気100で歌う、色気に振り切って歌うということです。まあね、このファーストラブすごくね切ない恋の曲ですよね。本当にね、最後のキスはタバコのフレーバーがした苦くて切ない香りね。このまあおそらく失恋してしまった方がいて、その方がその失恋の気持ちで、ファーストラブだから多分初恋で失恋してしまったというね、そういう大人なね曲ですよ本当に。ですけれども、そのねこう切ない気持ちみたいのが詰まっているっていう感じなんで、おそらく上手い歌い方をしたければこの曲のこの切なさとかを届けようとかね、この曲の情景を届けるんだっていう感じで歌うと思うんですけども、ここはモテる歌い方講座の世界です。なのでですね、モテれば何でもいいという風になってくるとですね、もうこれ切なさとか一回置きましょう。もう一回置いてきて、色気だけに、男の色気、うわかっこいいっていう風にそこに振り切っていきます。じゃあそれどうやってその色気をこのファーストラブ切ない曲で出すのか、ポイント3つあります。1つ目、メロディーでリズムを作る、常に抜いて歌う、エッジボイスというね、ちょっと難しい3つが並びましたけれども、今から分かりやすく説明していきます。まず1つ目のメロディーでリズムを作るってどういうことかっていうと、これがね、多分ね、一番難しくて、あのね、ここはね、ちょっと歌いながら、あの、僕説明しますので、あの、後で、楽しみに待っていただければなと思います。これちょっとね、難しいんでね。ただ、これができるかできないかっていうのが、このファーストラブの色気をかなり決めます。なので、実際僕歌いますので、もし難しいなと思った方は何回もね、見ていただいて練習していただければなというふうに思います。そして2つ目、常に抜いて歌う。これどういうことかというとですね、あの、まあ、ちょっとね、実際これ、ちょっと歌いますか。
あのね、抜くっていう表現、まあ、これもね、結構ね、あの、モテる歌い方講座、品質の表現になるんですけれども、あの、とにかく、力を入れて歌ってしまった歌って、あんまりね、かっこよくないんです。ただね、これがね、一番ね、陥りやすいんですよ、カラオケで。例えばですね、この、ファーストラブの最初の、最後のキスはタバコのフレーバーがしたってあると思うんですけど、ここを、まず、力任せに歌ってしまう、ちょっと間違ってしまったというか、良くないバージョンは、最後のキスはタバコのフレーバーがした、まあ、メロディーは合ってるんですけどね。ただなんかさっきの色気って部分で考えると、この歌い方に色気があるかって言われると、なんか色気はないなと思うんですけども、これをねめちゃくちゃ抜いて歌うんですね。あのポイントはね、息で歌うようなイメージです。もうほぼ息で歌っちゃってください。そうすると抜けます。まあ要は力を抜いて、今ね最後のって力入れましたけども、だらんと力を抜いて、もうねほぼ息で歌えますから、もうこの感じです。ほぼ息で、最後のキスはタバコのフレーバーがした。これ全然違いますよね。これがね、あのね、色気を出す上ですごく重要。もう何回も言いますよ。力を抜いて。でもこれ息です。もうこれです。もうダメだっていう。あの、もうあの、抜いた後の状態だと思って。賢者モードで歌ってくれ。賢者モードで歌うと、あの、賢者になれます。多分この後に。その数時間後には、ホテルで賢者になってると思います。さあ、じゃなくて、さあ、これです。さあ、次、エッジボイス。エッジボイス何かっていうと、これちょっとね、音楽的な、なんか専門的な感じじゃないという感じですけれども、最近だともうワンオクロックのタカさんとか、もうめちゃくちゃエッジボイス、あの人はもうほとんどエッジボイスで歌うんですけども、あとはもうね、福山雅治さんとかがね、エッジボイスの代表なんですけど、エッジボイス何かっていうと、あの、呪音のあれ、っていう、あの、呪音のあの声です。あれがエッジボイスって風に言うんですけど、それをやっていただけると、めちゃくちゃ色気が出てくれるんですよね。ちょっと今声出してみて、できなかったぞっていう方はですね、あの、声をどんどん下げていくと、もう限界が来るとエッジボイスになるので、あの、イメージはそんな感じです。あこれです。それでね、声のっていうか、エッジボイスの感覚を掴んでもらえればいいかなっていうふうに思います。ただこれはね、必須じゃないです。安心していただきたい。このね、メロディーでリズム作ると、常に抜いて歌う。これで必須になってくるんですけど、これエッジボイスは、プラスポイントです。それ加点です。完全に。できたら最高。できなくても問題ないという感じなので、ぜひ、この音を下げていく。なりましたね、エッジボイスにね。そう、こんな感じでやっていくとできるんじゃないかというふうに思っております。早速やっていきましょうか。じゃあ、まずはじゃあ A メロからどんどん歌いながらやっていきたいと思います。さあ、やってきました。A メロのお時間です。最後のキスはから、どこまで行きましょうか。切ない香りまで行っちゃいましょうか。ここでワンフレーズなんでね。これね、あのさっき言ったメロディーでリズムを作るっていうところ、ここのお話ししていきたいんですけど、とにかくね、これね、のっぺり歌っちゃダメよってことなんですけど、のっぺりってどういうことかっていうと、最後のキスはタバコのフレーバーがした。これのっぺりなんですよ。わかりますかね。全部の音がなんか繋がっちゃってピンピンピンみたいな、最後のみたいな、ちょっと機械っぽく歌っちゃうと、これねリズミカルな感じが出なくて、歌がすごくね平たくなっちゃうんですよね。やっぱ平たい歌って魅力を感じなくて、結局色気も出ないという感じになっちゃう。せっかく息でね抜いて歌っててね、エッジボイスもできてたとしても、これがあるだけでね、一気に台無しになっちゃう。じゃあどうするのっていうと、なんかね、イメージは、これちょっとね、むずいんですけど、頭の中でね、ドラムを鳴らしてほしいんですよ。どういうことかっていうと、この、さあ、つって、いつごうな、たばん、きーとばん、たばん、たばん、ぬれば、この、なんか、どん、つったん、つったん、みたいな、このね、リズムを鳴らしていくと、どうなるかっていうと、もう、このリズムをメロディーでね、作っちゃうんですよ。今、ドラムみたいなのをメロディーで作るの、ちょっとわかりにくかったかな。どういうことかっていうとね、あの、さあ、いい子のキスはタバコのフレーバーがした。わかります?違いがね、かなりあったと思うんです。最後のキスは、最後のキスは、違いますよね。これなんですよ。
要するにリズムをねメロディで作っちゃってる。だから最後ってやっちゃうともうピンピンピンだけど、最後のキスはってことなんですよ。なんでなんかイメージはこれね、よくこのモテる歌い方講座でよく出てくるんですけども、跳ねるという言葉、これねほぼ毎回俺言ってんじゃないかというぐらい出るんですけど、この、ね、音をね切っちゃうんですよ。そうするとリズムが出てくれる。で、そのリズムに対して、要はどういうリズムを作るのか、どこで切るのかっていうので、ファーストラブに適した、この跳ね方をしていくのがいいという感じなんですけど、やっぱこのね、最後のキスはタバ、キスはタバ、このフレーバーがした。こんな感じで切りたい。で、多分ね、ここの下にね、歌詞が出てると思うんですけど、ここにリズムポイント、跳ねポイントみたいなの僕、色つけてると思うので、ここで音を切ってくれということなんですね。で、どう切るかは、まあ、僕が実際歌ってるのを見て、あ、こんな感じね、とやっていただければ。これね、他の曲、全曲で応用できるんで、このね、切って跳ねることによって、メロディーに表情がつくっていう、これね、すごくおすすめです。ポイントとにかく言葉を切っちゃうんです。マイケル・ジャクソンとかのイメージでね。謎なの、とか、ヒーヒーはもう多分この、跳ねの最高峰です、本当に。跳ねすぎた結果、もうなんか謎のない音が入ってきちゃってる。じゃあ、エッジボイスも交えてやっていきたいと思います。さあ、いいこのキスはたば、このフレーバーがした苦くて切ない香り。こんな感じですね。ああ、もうとにかくね、これ顔で歌うとね、僕、いいかなと思いますね。結局歌って喉の筋肉なんで、やっぱり筋肉って表情筋なんて言いますけど、どこにね、筋肉力入れるかでね、バッティングも変わってくるとか、なんかゴルフのスイングも変わってくるとか、いろいろ言うじゃないですか。まあ歌もそんな感じで、結構ね、顔で歌うとね、喉がついてきます。で、切なく歌おうと思ったら、やっぱ悲しい顔しながらね、さーって歌えないんですよ。やっぱり悲しい顔でいくと、さーっていくんで。いいかな。ね。まあ、やっぱりね、プロの歌手の方とかも結構表情が印象的だったりしますよね。やっぱりね、こう、会いたいっていう歌詞だったら、なんかすごい、会いたそうなね、すごい、哀愁をこう、感じるような顔をね、して歌うわけじゃないですか。なんでやっぱりその感じでね、顔を作るとね、喉が勝手にそうなるんで、これ結構おすすめの歌い方でございますね。で、このエッジボイスが難しい。さあ、いいこのキスはダバ、このフレーバーがした苦くて切ない香り。まあ、この辺がエッジポイントかなと思いますけどもね。エッジはエッジと覚えてください。これ入るとね、一気にね、色気、エッジな感じになりますんでね。やっぱこの後エッジするわけだから、もう歌のところでもうね、エッジな感じしときましょうということでございますよ。なんか、僕ね、ワンオクロックのタカさんがファーストラブ歌ってるみたいなのが、なんか YouTube のショートだったか、なんか TikTok かなんかで流れてきて見たんですけど、もうアホみたいにエッジボイス入ってましたからね、本当に。かっけーっていう、本当に。もう、タカさんとかもエッジボイスのもう本当使い手魔王みたいな方なんで、うわって、多分入れれるだけかっこいいんでね。でもタカさんもちゃんと、うまさにもフォーカスを当てたエッジボイスの使い方ですけど、僕らもモテればいい。その隣にいる女性を抱ければいいんだという気持ちで、エッジボイスを響かせていただければな、というふうに思います。さあ、まあこんなところで、じゃあ次の B メロ、ね、サビの前のつなぎですね。行ってみましょう。さあ、続いてですね、B メロ、明日の今頃には、から、思ってるんだろう、まで行きたいんですけど、ここつなぎですよね。で、難しいのが、どん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 キーが上がっていくので、そこで、力を抜いてね、歌うっていうことを忘れないっていう。まあ、むしろそれだけやってくれれば、ここはいい感じになってくれるんで、メロディーがかっこいいんで、力を抜いて歌うと、もうかっこよくなってくれるかなと思うので、とにかく入れない。もうとにかく力を入れないことが、ここの全てのポイントです。そしてエッジボイスを忘れない。で、メロディーでリズムを作る。ただ、ここはね、メロディーがすごくリズミカルなんですよ。明日の今頃には、結構ね、メロディーがリズミカルで、この最初の A メロだけがね、もうね、とことんリズムがないんですよ。だから、普通に歌っちゃうとめちゃくちゃ平たいね、最後のってなっちゃうんですけど、ここはね、明日の今頃には、ほら、結構平面で歌っても、ピーンって歌っても意外と大丈夫でしょっていう感じだと思うんで、ここはね、そこまでね、リズム意識しなくてよくて、もう A メロの出だし、
ここだけがね、割とリズムを作んなきゃなっていう気持ちで臨まなきゃいけない。なるべく跳ねは意識しつつ、ただ高くなっていくんで、それよりも力が入って怒鳴っちゃうことが怖いんです。なんで、しっかり抜いてね、息で歌っていく。で、厳しかったら裏声に逃げちゃうっていう、それぐらいでこの曲はいいと思います。あんまり、出ないからって強く出して、とにかく力んだ声が出ちゃうよりかは、この曲自体すごくバラードの切ない曲なので、とにかく怒鳴り声をね、なるべくなくす、なるべくもう裏声で逃げちゃうぐらいがいいかなと思います。じゃあ、どんな感じになるか歌っていきましょう。明日の今頃には、あなたはどこにいるんだろう、誰を思ってるんだと思う。意外とさらっとね、歌うといい感じになります。まあ、エッジポイントも少ないですね、このところはね。だし、高くなってくるとね、エッジボイスがしにくくなってくるんで、やっぱもう A メロにね、結構ね、ギュッと詰まってて、まあ、この A メロの最後のところで、このね、隣で聴いてるのか、向かい合わせなのか、女性が、ちょっとこの人かっこいいんじゃないのというね、大人の男なんじゃないのということをね、思わせていただいて、この B メロは無難に無難にいくと自然にかっこよくなるかなと思いますので、こんな感じでいきましょう。高いね、ダノボーが高いんでね、ちょっとまあ、キー4下げのバージョンもあの後でねやりますので、ご安心いただければと思います。じゃあとりあえずサビまでね完走してみましょうか。さあ、激ムズのサビがやってきました。もう英語混じっててね、難しい。まあ、英語はね、頑張って練習していただくとして、じゃあ歌どうするのと。で、これとにかく高くなってくるんで、抜くのが難しくなってくる。で、ポイントはね、You are always gonna be my love ってあると思うんですけど、ここ、力強い部分作ってほしいんです。全部抜いて歌うのもかっこいいんですけど、全部抜いちゃうと、逆にそのメリハリがなくなっちゃって、あんまりね、かっこよくないんですよ。なんで、この、抜いてるけど、どっか力強く歌うと、一気にその力強い部分が強調されて、歌にメリハリがつくんです。そうすると、すごくかっこよくなるんですね。なんで、この、ただただね、この、抜いた色気じゃなくて、力強い男らしい色気もありますよっていうところを出していきましょうよ。そしてそこ、ちょっとでいいんです。ちょっとあれば、すごく強調されます。それがどこかというと、You are always gonna be my love のところ。そして、最後の、新しい歌、歌えるまで。ここですね。それで言うと、あれもそうっすかな。You are always gonna be the one のところも。このタンタンタと、タタタタタタ、ここだけ強調してもらえればね、めちゃくちゃかっこよくなりますので、他のところは抜いて。で、もうこれね、宇多田ヒカルさん自体も結構裏声メインになってるので、男性の方高いよって方はね、裏声でも大丈夫なんですが、この Be My Love のところは結構強めにね、出せると、めちゃくちゃかっこいいですね。そして、エッジボイス忘れない。いやー、付きまとってくるエッジボイスが。で、抜いて歌うってことも忘れちゃダメです。この Be My Love のところとかだけが強いだけなんで、他は結構抜き気味で歌っていくというような感じ。実際やるとこんな感じです。You're always gonna be my love。 いつか誰かとまた恋に落ちても I remember to love you told me how。 You're always gonna be the one。 今はまだ悲しいラブソング、新しい歌、歌えるまで。こんな感じですかね。ところどころエッジボイスが来る。そして、Be my love, be the one, 歌えるまで。ここ。でも他はね、今は抜く。まだ悲しいラブソング。だからここもめちゃくちゃね、ハイトーン出る方で、こうね、力強く、悲しいラブソング出たとしても、やっぱここは、今はまだから、顔ね、悲しいラブソング、新しい歌、歌えるまで。これできると、やっぱりここを全部強くしちゃうと、この歌えるまでが強調されないってことを気づくんじゃないかなと思います。全強でいきますよ。今はまだ悲しいラブソング、新しい歌、歌えるまで。こうやっちゃうとね、やっぱり歌えるまでは別に強調されてないですよ。全部が強調されちゃってるから、結果強調されてないんですよ。っていうことになっちゃう。なんでこの強弱、抜いて歌ってて、ところどころ男らしさが出ちゃうよという、ここ、
意識して歌うといいんじゃないかなと思います。まあ、以上がね、このファーストラブのモテる歌い方になるんですけども、ちょっとキーを4つ下げたバージョンもやっていきたいなと思いますので、ぜひ男性の方、高いよって方はご参考にしてみてください。さあ、キー下げのお時間でございます。で、ちょっと声高い方は3つ下げで、めっちゃ高い人はもう元気でいくみたいな感じがいいかなと思いますね。ただね、キー下げた方が、なんか、元気ですごいだろって感じよりかは、キー下げた方が男のね、色気みたいなのも出るんじゃないかなと思うんで、割とね、出る方もキー下げて男らしさみたいなのを出した方が、モテる歌い方でいくとモテるんじゃないかなと。まあ、上手いだったらもしかしたら元気かもしれないですけどね。って思います。4つがおすすめです。なんで、まあこの音ですけども、それが、ここまで下がると。こう下がっていくわけでございますね。どれぐらいになるかっていうと、原型だと、最後の、ですけど、4つ下げると、最後のキスはタバコのフレーバーがした。さあから、さあ、まで下がるんで、ちょっと一緒に歌ってみましょうか。今一回僕4つ下げで歌うんですけど、まあ、元気出るやつがさ、4つ下げで歌ってもさ、なんやねんって感じだと思うんで、僕今ね、撮影協力、相方にカンボっていうものがいるんですけども、僕ら2人組で実はやってるんで、まあ、この講座僕がね、ソロみたいな感じなんですけど、撮影の協力でも一緒に来てもらってるんで、まあ、彼が割と一般的な聖域の代表かなと思うので、その彼に、四つ、まあ、一回元気ちょろっと歌ってもらって、で、キー4つ下げて、歌って、みたいな感じでやって、あ、歌いやすそうっていうふうに思ってもらえれば、ピンとくるんじゃないかなと思います。もうちょっとさらっといきますね。さあ、いい子のキスはタバコのフレーバーがした。苦くて切ない香り。歌いやすい。明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう、誰を思ってるんだろう、恋に落ちても I remember to love You taught me how You're always gonna be the one 今はまだ悲しいラブソング新しい歌歌えるまで。感覚めっちゃ歌いやすいな、やっぱり。めっちゃ歌いやすいですよ、これ。なんで4つだけおすすめかなと。じゃあちょっと来てくれ。召喚。じゃあまずちょっと原曲キーバージョンいきましょう。ごめんなさいね、ちょっと、はい、こういろんなマイクの関係でちょっと見切れちゃうかもしれないですけど。明日のから言ってみる。明日の、うん。ちょっと高いけど。明日の今頃はあなたはどこにいるんだろう、誰と思ってるんだろう、 You are always gonna be my love、 いますか誰かとまた恋に落ちても。ちょっと間違えてる、ちょっと間違えてるけど、まあまあこんな感じだな。ほぼほぼ裏声になっちゃう。いや、もうきついですね。エッジボイスどころじゃないし。もうそんな無理ですよ。抜いて歌うどころじゃなくなっちゃう。もう余裕がない、そんな。そう、これやっぱ高いんですよね。なんで、キー4つ下げると。さあ、以後の。どう？めっちゃ歌いやすいです。一回ここも原曲でちょっとやってみるよ。一回。さあ、いいな。ちょっとさ、どうですけど。さあ、以後の。キスはタバコのフレーバーがした結構強くなった。苦くて切ない香り。最後のキスはタバコのフレーバーがした。苦
くて切ない香り、明日の今頃にはあなたはどこにいるんだろう、誰を思っているんだろう、Always gonna be my love. いつかまた出る。もう一回いきますか。もう一回いきますか。俺もちょっとピアノミスっちゃったんで。You are always gonna be my love. いつか誰かとまた恋に落ちても、I remember you love you to me. Always gonna be the one.はまだ悲しいラブソング新しい歌歌えるまで。さあどうでしょうこれ。全然歌いやすくは歌ってます。はい、ある。ああそうね。元気だとやっぱりもういやもう途中で厳しくなると思いますよ。なる感じだよ。大体最初からもういや、やっぱ全然出だしからね、いい感じでしたよ。あ、ほんですか？うん。4下げが俺一番ちょうどいいんじゃないかな。あ、かっこいい雰囲気が出るんじゃないかと。なんか男の色気がちょっと出てる。ある感じで。まあ3だと多分かなりきついと思います。今聞いてもらったので、もうちょっと上がるって考えると、結構4でも結構きついよね。この、はい、Be my love のところとか。ちょっときついですね。あるよね。恋に落ちてものところとかもちょっと高い。はい、高い。高い感覚あった。高い感覚あります。じゃあ多分、まだまだあります。これの4で余裕の人は多分3でいって、で4でギリギリの人は多分ちょうどいいっていう感じだと思います。この曲全然高いんで、私裏声にガンガンなるんで、そこは気にしなくて大丈夫かなというところですね。OK、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、こんな感じでございましたね。いかがだったでしょうか。まあ、ぜひですね、まあ、最後ちょっと余興みたいな感じで、こう4酒代表として、男の方代表として歌っていただいたっていう感じなんですけれども、ぜひ何かの参考になったら幸いでございます。それでは、長いレッスンお疲れ様でございました。ぜひこの動画が役に立ったかなと思います。それでは。